読んで忘れる読書術。精神科医カバ沢志音のカバチャンネル。今日は千葉県の佐原水郷の町からお届けしています。今日は質問いただきました。チコさん、49歳女性。先日カバ沢先生と同じくらい好きな著述家の方の動画で、読書内容は覚えなくていいとのお話をされていました。読書の内容は忘れて当たり前、意識的に残さなくても無意識に残っているので、右から左にたくさん読んで映画やドラマのように気楽に楽しんでくださいとのことでした。カバ沢先生の読書についてのいろいろな動画を聞いた私は少し戸惑うお話でした。カバ沢先生の見解をお聞きしてみたいです。私は読んだら忘れない読書術という本を書いておりまして、本を読んでアウトプットをする、感想を書く、その内容を他の人に話してみる、そういったことをすると忘れないですよという内容の本を出している。じゃあカバサワは本の内容を全部細かくすごい覚えてるのかっていうとですね、覚えてるものもありますけども、すぐにパッと出ないものもあります。そういう時はどうするかというと、過去のアウトプットのノートであるとかメモとかメルマガに書いた感想とかチラッと一目見ると一気に全部思い出されるわけですね。脳の情報の引き出しがパッと開くと、さっきまでって言ってたのがいきなり10分か15分その本の話ができるぐらいの情報がわっと引き出されるということがあります。忘れるというよりも意識に上らないというふうに正しいんですけども、基本的に人間っていうのはいろいろと読んだり聞いたり体験したことというのは忘れないというふうに言われてます。意識に上らないだけで、ほぼほぼ脳のどこかにね記憶されているというふうに言われております。ですから逆に言うと、忘れても思い出せればいいわけです。で、忘れても思い出せないものはそれは意味がないので、いや本当にその無意識レベルで役に立ってるかどうかっていうのは非常にわからないし検証できません。なので私は言いたいのは、アウトプットすれば忘れてもいいということです。実際にアウトプットすると忘れるんですよ。で、アウトプットして忘れた方がいいです。実際問題として、例えば先日行動最適化大全という本を書きましたけども、その内容ちっとも私は今覚えてません。この間書き終わったばっかりなんですけどね、そういえばあの内容どこに書いてあったかな、何ページぐらいに書いてあったかなっていうのもよく覚えてないんですよ。本になって出てしまったら後で見ればいいと思うので覚える必要がない。逆に言うと、それを見たらまたバーッと全部思い出すんですけども、無理して覚えておこうと思わなくてもいいので忘れることができるんですね。忘れることができるとどうなるかっていうと、脳の空いたスペースに新しい情報が入ってくるわけですね。ですから何でもかんでも常に覚えておかなきゃいかんっていうのもいかがなものかというふうに思います。ですから私なんかがよくやるのは、本一冊書きましたらそれに関する関連の本とかを全部段ボールに入れて物置に入れるみたいなことをやっています。私の中では棚卸しというんですけども、またそうすると次の新しいインプットを新たな気持ちで始めることができるんですね。サイガルニック効果ってあります。物事を途中で中断した場合、記憶によく残っている。つまり中断するってことは後でその情報を使うかもしれないので、脳に記憶が残っているって言うんですけども、脳に記憶が残っているってことは脳の重要な部分のキャパシティをその情報が占拠しているということですから、逆に言うと新しい情報が入らなくなる、新しいインプットができなくなるということなんですね。だから樺沢のインプットアウトプットフィードバックをしようっていうのは、言い換えるとインプットアウトプットをして必要なエッセンスだけを取り出したら、私の場合は本を読んだら3つの気づきと3つの感想を書こうということを言ってますけど、本1冊読んで3つの気づきと3つの感想を読んだら忘れて、新しいインプットと新しいアウトプットをしていけばいいっていうのが、どちらかというと応用編のインプットアウトプット術ですね。なのでとにかく何でもかんでも覚えなきゃいけないという必要はありません。アウトプットしておけば後でメモとかノートを見れば一瞬で思い出せるわけですから。だからアウトプットもししないで、ただたくさん読めばいいっていう方は私は反対ですっていうか、よっぽど頭のいい人は1回読んだだけで覚えてる人はいますよね。あと私の小学校中学校のクラスでいつも100点満点取る同級生がいたので、お前どうやって勉強してるんだって言ったら、いや勉強なんかしてないと、教科書は1回読めば暗記できるんだ、お前暗記できないのかって言われたことがあるんですけども、そういう頭のいい人も世の中いるので、そういう人の話は真に受けない方がいいと思いますね。なので私みたいな記憶力が悪い人間は、アウトプットをすることで記憶に留めて、1回アウトプットしたらもう安心するので、あとは忘れてもいいと。人間の記憶って芋づる状にっていうのかな、これの次にこの次、これがこの次っていう風にどん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 連鎖して記憶っていうものが脳の中に保存されてるんですね。だからいくつか要所要所の要点だけをノートに記録するだけでも、それに関連することがごそっと思い出すことができますので、アウトプットっていうものはそういう風に記憶を想起するための非常に重要な手がかりになりますので、ぜひ本を読んだ場合は2行でも3行でもアウトプットしとくと、後からそれを思い出すという、思い出すということはあなたの身となり血となり肉となって、あなたの行動や考え方に影響を及ぼせるっていうことですね。じゃあそういったものを全く思い出せないものが皆さんの役に立ってるのかということですね。それはわからないです。で、私は役に立ってないという派ですね。で、実際例えば私のインプット体制にザル聞きとかザル読みって言葉が出てくるんだけど、例えば患者さんにね、病気の説明をします。で、この薬は夜2錠飲んでくださいっていうことを言います。で、今説明したことをもう一回言ってくださいって患者さんに言うと何も言えないんですよ。10分も説明したのに何覚えてんだよって話になってきて、基本的には何も言えない人がほとんどです。でもメモを取りながらね、聞いてもらうとほとんど言えるんですね。だからアウトプットをすることで脳に負
ックというかね、引っかかりができるのでものすごく記憶に残りやすくなるんだけど、ただ聞いていたりただ読むだけだとね、ほとんど忘れるんですね。で、例えば皆さんが私のアウトプット大全を読みました、読んだ後に私が聞きます、この本のどこが良かったですか、言ってくださいって言った場合、こことここがこういう風で面白かったですっていう風に言える人もいるんだけど、終わった直後、読んだ直後に例えば昨日読みましたっていう人に聞いて何も言えない人がいるんですね。その人はどうなんでしょうか、その本は役に立ったんでしょうか。アウトプット大全昨日読みました、素晴らしい本ですって言って、じゃあどんなとこが良かったですかって言うと何一つ言えない、一言も言えない。そういう人がじゃあアウトプット大全の内容を無意識レベルで役立てて行動にしてアウトプットバンバンするようになるんでしょうか。ならないんですね。脳の中に入ってないんですよ。ザル読みザル聞きっていうのは脳の中を抜けていくのがザル読みザル聞きの状態なので、さっきのように忘れてもいいですよっていうのは一旦脳に入っていることが前提なんですね。直後にその本の内容を言えたり理解したり、こうこうこうですよって説明できる状態になっている人であれば忘れても問題ないと思います。どんどん多読暗読しててもいいと思うけど、ほとんどの人はザル読みザル聞きのような状態でインプットをしているので、そういう人がインプット量を増やしても何の意味もない。ザル読みザル聞きの人っていうのは大体世の中の9割ぐらいの人なわけなので、逆に言うと多読とか何の意味もない人が世の中の大部分。例えばこの著述家の人はどういう人かというと、おそらく著述家の人なんで自分の読んだ本の内容とかを必ずアウトプットしてるんですね。話すってアウトプットですね。口で言うってアウトプットですよ。そうすると全く違います。記憶に残り方っていうのは違ってくるわけですね。私も月に20冊ぐらい本を読んでます。それでも記憶に残りますので、きちんとアウトプット型のインプットをしてる人にとってはですね、先ほど言ったように忘れてもいいよ、多読してもいいよ、たくさん読んだ方がいいよ、読み流してもいいよって言えるんだけど、私はそういうザル読みの状態の人がいくら多読をしても何の自己成長も得られないのではないか。実際私が会っている人はそうですね。アウトプットと組み合わせしたインプットをしている方というのは多読、たくさんの情報を次から次と入れていく勉強法っていうのをお勧めしますけど、そうでない人は何の意味もないというのが私の持論でございます。